に似合っちゃって。さん、はい、クレマグです。おはようございます。ウラです。エアです。ゆめです。はい、というわけで本日はご覧ください。じゃじゃーん。じゃじゃーん。なんじゃこりゃ。すごいね。てか、ウラ髪長くね？長い？うん。え？嘘。ここだよ。長い。切ろうかな。30cm ぐらい。ね、言われてたよね。そう、伸びました。伸びた。っていうのはどうでもよくて、あの、私たちアマゾンマニアなんです。うん、そうなんです。普段からアマゾンヘビーユーザーなんです。うん、というわけで今回は1人3万円分お買い物しました。イエーイ。すいません、私欲満たしてます。そうですね。これに関してはすいません。うん、本当に。でもどんどん私欲満たしてこう。公私混同。私欲満たしていかないと、うん、公私混同。というわけで今回は1人3枚分買ったので、うん、紹介していこうと思うんですけど、まず皆さん一つすいません、私たち一気にクレマグハウスに頼んだせいで、ね、名前一緒で頼んでますから、うん、あ、そっか、はい、あのどれが誰の荷物かがちょっとわからなくて、で、あの、開けるとき、まあ、とりあえずは説明していただいて、うん、まあ、自分のではないなと気づいた場合だけちょっとバトンタッチするという形で、あ、わかりました、はい、どれ誰が誰の開けるかがわからない状況なんですよ。結構重いものもあれば、こんなでっかいのに軽い箱とかもあるんで、うんうん、何が入ってるかわかんないから、とりあえず出たものから順に発表していきたいと思います。というわけで、今回は9万円分 Amazon 商品紹介していきたいと思います。イエーイ。それでは早速やっていきましょう。せーの、マグネット。ねえ、雷えぐいんだけど。でも昨日雨やばかったよね。だから下痢なのか。あ、下痢なくなるってこと？お前黙った方がいいかもしれない。別にそういうつもりで言ってない。ほらほら、ハサミ出してから。何？あ、まあ、やんな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 。あ、怖い、あ、怖い。違う、全然切れてない。やってあげるから待ってなさい。ありがとう。これはもう私のっていうのがちょっと箱で分かってるんですけど、はい、こちらやばすぎ。どうやって持って帰るの、あんた。チューハイセット。これめっちゃ美味しくて、これうまいよね。セブンに売ってるんだけど、味がマスカットぐらいじゃない？マスカットぐらいしか置いてなくて。え、リンゴうまそう。リンゴあって、全種類のやつ買いました。これリンゴ好きや。これ美味しいの。うちマスカットしか飲んだことない。全部美味しいよ。だからもう本当に 100% ジュース飲んでるような感覚で、体にいいです。よくはないです。よくはないですけど、それはもうなんか、のんべえの言い方して、体に 100% だみたいな。あ、軽い。ウラーンさん。あ、私のだ。お、やったー。なに？筋膜ローラー。うん、なに？知ってます？知ってる知ってる。これは、あの、最近っていうか、立ち仕事多すぎて、現場とか行くと、足がやばいんですね。パンパンに。やばいよね。多分、張りって刺したら、ってなるぐらいのパンパンさ。なんかウィンナーみたいな感じ。そう、弾けたら肉汁やばいみたいな。なるほどね。というわけで筋膜ローラー。これ何？筋膜ローラー。足をこうやって乗せてこうグリ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 やったりするやつ。ずっと欲しかったから今回買ってみました。硬いわ。いいよ、次どうぞ。はい。うん、これとか行ってみようかな。なんだ？なんだ？うわー、これ。説明願います。ヘルシーなささみ無添加良品と、こちら梅しば。おー、まあ、私梅大好きなんでね、うん、梅しばと、これはブーにあげたいなと思って。はい、これってちょっとでかかる。勝手にブーにあげてる。梅しばも、はい、ブランド。でもこれは1個ブーにあげようかな。やった、ありがとう、はい。これってバセさん食べます？あ、食べる。あ、じゃあこれあげるよ。ちょっと新しいおやつ買ってみました。ささみチーズとほうれん草、さつまいもとミルクチーズです。美味しそう、全部美味しそう。しつけする時とかに使うたり、あとは夜食、私が食べてる時に見られた時に同罪にするためにあげてます。なるほど。お前見たなって言うなよ。これはまあここに置いとこうと思って。うちんちにはあれがあるの。あ、桜大根。そう、桜大根を箱買いしたんだけど、口が寂しい時、ここ甘いものしかなくてですね。そうなの。ちょっとなんか食べたいものって言ってもあまりない。はい、ですから梅しばを。梅しばって何？はい、え、あのカリカリ梅。あー、
ね、エアも好きだもんね。ありがとう。これを置いとけば、まあ、常にちょっとお口寂しい時食べれるかにゃと思って買っちゃいました。うーん、うんうん、あんたうまいね。てか買ったものが似てる、うん、え、絶対エアだと思ったちゃんちゃちゃーん。お、あ、野生爆弾クッキー公式マスク、クッキーエアです。いや、何言いますか、多分たぶんいないよ。ごめんなさい、いいですか、ちょっと一つ休もうと、私は買ってない。私も買ってないんですけど、私がエアに買いました。あ、ほら、正解、イエーイ当たり前じゃん、かぶり物と言ったらですよね。エアですね。見えてるか、それ見えてないっす。だって、目ここでしょ。うん、これで見えるの。頭下げて違う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 、なんか探してる。マスクの位置を目が見えるとかまで下げて。目見えてるよ。目に穴ある。あ、オッケー。ああ、あったあった。でもさ、ちょっと鼻高いからさ、鼻ぶつかる。こんな顔で笑ってる。どうぞ。なんだろう、音する。なんか楽しい。わかる。お？え、どうだどうだ。うんこ。うんこでーす。何これ。おもちゃ。おもちゃ。これエア。誰よ、自分。違う、ウランに。なんでなんで、なんでこれね、面白いの。かぶってもらって、うちらがそれに。あー、そういうこと。一回やってみる。面白そう。なんでウラン用の。ウラン、だってうんことか好きやん。別にお前も好きだろ、そなるほど。クッキーめっちゃ見てるこれクッキーが考えたやつ。クッキーじゃねえの、クッキー3だろこれクッキー考えたの3な。ねえなんなんこれで、これうちらがシュートするっていう。じゃあタイムかかります。タイマー30秒かかります。え、タイム入れます。そうだよ。じゃあ濃いうんこ。オッケーオッケー。薄いうんこ、はい、濃いのしか入れちゃダメです。そう、これはあのブーのドッグフードを変えた時の色。やめろ。いきます、はい、それでは30秒よーいスタート。てててててて。ねえクッキー、あー、ちゃんとしてよ。痛い、これ意外と痛いから。あ、痛い痛い。じゃあ15秒から動き出すよ。はい、終了。あ、メイの勝ち。嘘、こういうの入った。確認してください。結果発表、1個。メイの勝ち。これマジうんこ散らばってる。楽しいわ。楽しいよね、うん、これさ、酔っ払った時とかさ盛り上がるよね。これ1個かみたいな。あ、意外とでかいぞ。まず1つ目、マスカレードゲーム。今こそ仮面を外すとき。ね、これってさ、あれだよ、マスカレードホテルの木村拓哉さんとかさ、そう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 、長澤まさみさんがやってるやつだよね。最新版。え、これ本あんの。あるある。てか元々本で。え、そうなの、うん、ドラマ化したってこと。そう、おもろそうと思って買いました。はい、あれ、これでもあさみさんが好きな方ですね。東野圭吾さん。東野圭吾。どうしたんですか。圭吾。圭吾ね。あ、東野圭吾。圭吾ね。圭吾ね。次これ。どうした。あんたが買ったナイトキャップ。シルクルシルクル。シルクル。え、これ。それシルクルシルク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 。シルクルシルクル。シルクルシルクル。すごい。でもシルクいいって言うよね。うちも買った、買ってある。これ実はあのレアさんへのプレゼント。おいいです。え、すごい。寝癖が多分つきにくくなるんだろうな。あの、髪質も良くなる。そうそうそう。これすごい。これつけて全部入れんの。全部入れる。あ、全部入れる。で、ギュッて縛る。すげえ。シルクルシルクル。次これ、あー、あ、いいやん。違うかも。これはエアです。わかんない。もうエアばっかいらない。そんなエアです。なにこれ。エアです。メガアゴ。お前調子乗んなよ。考えることできない。そうだよね。やっぱ被らせたかったもんね。最近さ、マジ顎の発達良すぎてさ。これあって、あさみさんボックスです。あ、これね。あ、それはいいよね。そう、ボディクリーム。これはあさみさんの買い足しです。5種類セット
バルーン。そう、ハロウィンのパーティーするときに使おうと思って。はいはいはい、はい、いいちゃん、いいちゃん、やるもんね、友達と。うわ、充電器これ、エアー。え、いいの？欲しいって言ってたやつ。もう一個多分入ってる。これがピンク。うわー、てか、え、欲しかった、欲しかったの。これコードがなくて、挿すだけで充電できるやつで、急速充電だからめっちゃ早いし、一回は絶対できる充電。あ、これはあさみさんですね。あ、私のアイシャドウです。アイシャドウ。え、そう、とりあえずこれかけましょう。まず。すぐすぐ。すぐすぐと。待って。何？すごい違和感あんまないけど。うん、ないね。やっぱ顎が発達した時の。やっぱさ、これってウランだよね。それはウランです。やっぱりね、ほら。猿？うん。オランウータン。オランウータン。オランウータンっぽいなっていう。名前がでしょ。名前だけでしょ、それは。よかった。ありがとう。ね、ちょっと毛生えてるね。すごい。なんかちょっと毛生えてる。風呂場の浴槽にたまるような。しかもちょっと抜け毛がひどい。抜くな。じゃあ抜け毛がひどいです。かわいそうに。ちょっとしかないのに。あ、ちょっと無理かも。出たよこいつ。いいよ、一瞬ね、大きく息を吸って。オッケー。すごい、いつもアサミを見てるような顔だよ、お前がする。くっそ、危ない、危ないって。次ね、これ、あ、これはあのウランとエアに。やったー、嬉しい。どっちがいい？え、エアはね、焼肉さん。じゃあ、うちかば焼き。焼肉さん。かば焼きもおらい。わー、ありがとう。わさびもあげる。これさ、エア、自分に買いたかったの。でも、届くのめっちゃ遅くて、うん、あの、やめた。冷凍したかば焼きが好き。パリパリのね。うん。あ、お、お。どうした、どうした。あ、お、お。次。なんたろう。じゃじゃん。お、コンバース開けます。はい。どうぞ。じゃじゃーん。じゃじゃーん。かわいい。絶対いいやつ。紐ないの？え、普段。紐は？ないバージョン。スポット履けるやつ。え、すごい。やっぱね、履きやすさ重視と思って、うち厚底しか持ってないの、スニーカーって。でもちょっとどっか行くとき、厚底履くにはちょっとだるいなみたいな時にちょっとぺったんこ欲しかったから、紐なしのここがちょっとゴムになってて、シュッシュって履けるやつ。かわいい。じゃあさ、うちとあさみがさ、サンプルにあげたさ、ピンクの靴履いてる？バレンシア。まだ履いてる。お前さ、早く履きよ、こんな買ってる場合じゃないから。もったいないでしょ。早く履きよ。何で履いてると思ってんの。早く履いてんじゃないともったいない。そう、逆に、うん、でも約束したじゃん、次の誕生日来るまでには履くよって。はい、じゃじゃーん。なんか来たよ。これ誰が買ったんだ。何買うよ。桃？桃？誰買ったの。買ってない。ウラン、うち、おめえ絶対買う。まず誰、イチゴ買ったの。ウランしかいないよ。じゃあ、あさみさんかぶって。エアがこれ買うと思う。でも冬寒いからね。あ、かわいい。桃ちゃん人用だよ。あ、いいね。かわいい。ごめんね、なんか可愛いの買ってくれたのに、オランウータンとか。いや、本当に全然大丈夫。でも、無事とかが大丈夫。お前は、なんか言った方がいいよ。絶対、ごめん、なんかこれ似合っちゃって。ごめん、そっちこそ。ごめんね。いいよ、いいよ。じゃあ、エア行こう。うん。やっぱさ、絶対さ、届いてない。だって、何買ったの？何買ったの？あ、レッテリーわ。どうぞ。これは、まあ、私カップラーメン大好きなんで、カップラーメンいろんな種類食べたいなって思って、じゃあいろんな種類のカップ麺を買わせていただきました。唐辛子麺、あと、バンギンってもたりスーパーだった。やっぱ初めて見るやつ、バカね。じゃじゃーん、こちら誰。はい、お前か、お前さ、うん、家にポールって。いや、あんな企画すると思ってなかったからさ。うん、先にこれできたら確かに企画に出せるなって思ったんだけど、ちょっと順番があれだったから、何が入ってるか分かんない、うん、なんかパックみたいなやつを買ったんだけど、見たことないやつばっかだね。え、なんかさ、エアの全然出ねえじゃん。それのエアの出てこない。さ、エアさ、ここに頼んだ。頼んだ。どこに頼むってやつ。違う人たち届いてんじゃね。なんでやねん。わ、なんかいっぱい入ってます。うわ、これエアじゃない。すごいね。え、ほんと。ほら、激落ちくんキューブ。エアじゃない。これエアじゃない。
うちうち。まあ、これもさ、いやでもこれエアにあげようと思って。これありがとう。マーボーナス。さ、これあさみちゃん。はい。でも最近ナスハマってるって言ってたから。ねえ。エア何してんの？ねえエアのは？何してんの？何してんの？ないよ。これうちのだよね。極厚ベッドシート、ベッドシートです。とっちゃんがいるので、あ、はいはい、薬物が入ってるのはちょっと見えないから、あ、そうだね。うん、洗濯しよう。で、普通にもう濡れたティッシュなんですけど、うん、でも下が拭けるようにあのボコボコしてるやつになってる。いいね、あとこれ新しいヘアバンド。かわいい。ハビゴムのも何個か持ってるけど、これは持ってなかった。このリボンタイプ。かわいい。とあとお風呂で使えるヘッドマッサージ機。ヘアクリップ。今ちょうど欲しかった。髪留めたくて。最近このヘアクリップずっとハマってて、あさみも使ってるよね。楽だよね、マジ。そう。髪縛るより楽。これ買いすぎて30個ぐらい。あ、楽そう。さあ、こうやって留めればもうすっきり。もうまだもうちょいあるから。ここら辺開ける？シャ。何？これなんだろう。ブラジャー。ブラジャーショーツセット。エア？エア。え、エア？エアが買ったの？うん、これ？やったー。なるほどね。あ、待って。ね、ちょっと待って。え、隠すとこないんだけど。パッドなし？パッドなし？え、そういう時に使うやつ？寄るよ。寄るよ。セクシーシースルーランジ。こんなん普通につけてたらもうアウトよ。ちょっとさ、パンツでかいね。ね、ちょっと思ったよ。ね、しかも、こ丸みよ、ね、でも可愛いよね、これなんかモデルさんが着てて可愛いなって思って、あ、だからニップレスとか貼って使うやつだ、ね、よかったね、やった、やっと出たやろ、こんだけやってて初じゃあこれいいよ、絵開けてこれもやっぱこれはね、ハロウィンだってね、これエアじゃないこれなんでメイだけどエアのいらないよ、こんなの、わあ、かっけえ筋肉ができるよって、あ、一回立って来てみて、違うのよ、それ、いや、さ、別にこんなムキムキ欲しくないし、うん、なんなら別にこれ着なくてもちゃんとあるから、あ、ある、そう、でも、まあ、でもこれは一番マッチョだから、お、いいじゃんうわすごい、え、大丈夫、これ大丈夫、遠目から見たら完全にムキムキな人、でもさ、結構な離れ乳首だね確かにこことこっちよ、確かに、え、すごいんだけど、すごくね、今日はこれでお送りします、ありがとう、しかもなんかエア巨乳に見えるかもね、ね、大きく見える、ありがとうなのかな、だよ、そだエアのが出ないから、うん、あ、まあまあ、出してあげてる部分もある、あと3つだよね、やばいって、絶対さ届いてないじゃん、オープン、オープン、カニ、これね、誰え、ちょっと出してあげて、他はあと箱が入ってる、あ、もう一個箱入ってるよ、カニ、これ開けて、もうちょっと食べなくていいよ、え、なにこんな頑丈な、あ、あ、ネタ、もうええのじゃないじゃん、発明セクション、そう、またカップ、誰お前持って帰れ、そこにあるやつだから、これが企画やろうと思って買ったんだよ、もう商品紹介の前にやるもんだから、皆さん余っちゃったの、何か災害あった場合はクレマグハウスに来てくださいもう何でも揃ってますよこの家は、カニは何がしたかった、カニもみんなでかぶろうと思って、多分、うん、クッキーがエア、あーで、桃、うん、カニだったはず、あ、そういうこと、え、自分桃ほら、こういう、あ、匂い匂い、じゃあそういうカップ、うん、じゃああと2つ、え、もうマジどっちか頼むよ、まとまって入ってんじゃない、そうだよ、あの、あさみのもまとまってたし、うちのもまとまってたけどお前カップ麺すごすぎだろ、だから企画やろうと思って買ったんでしょ、あげてくれよ、頼むから1個、ほらよ、お尻に塗るやつ、え、お尻白くしたいの、なんか結構これ評価高くて買ってみた、みんなってさ
今回で被り物6個あるんだけど、これメインに。メイン、うん、あ、最近ハマってるって言ってたしね。最近ハマってるって言ってたから、これメインに。で、しかもうちと同じところで買ってる。仲良しで同じ。ありがとう。はい、メイン、たこ焼き、たい焼き、たい焼き、あ、かわいい、かわいい、いい、どこ、うん、待って、クッキー、エアがクッキー、あ、あった、これクッキーじゃない、クッキーじゃないけど、とりあえずこんな感じです。まあ、ダイヤとか違うけどね。あと、フルチン、フルチンじゃない。フルチンって何、しかも、ねえ、どういうこと。ええもんだった。お前さ、ええもんでした。違いすぎる。これなんだろう。食べ物じゃない？これ。絵的にね。あ、これ。これ何？大丈夫だよ。ラーメンかやく。乾燥キャベツだけ届いた。ありがとう。トッピングじゃね？違う、違うだろう。これメイに。え？メイがなんかこういう。五目ご飯とか前食べたいって言ってたじゃん。中華風おこわ、チーズで、すごい、いろんなの入ってるから。ありがとう。炊飯器ないからね。そう。チンご飯好き。ありがとう。ほら、食べてください。フルチンじゃん。フルチンが。そうそうそう。これはワンちゃんズたち。おお。ウラン。これ。はい。ありがとう。ワンちゃんズたちに。イエーイ。噛んでストレス発散。タグキを刺激してマッサージ効果も。ありがとう。最後。お願いお願い。期待大、開い大、期待大、開い大、やったー、全部届いたー。どっちやの？うん、そっち向いてやんの、やめろ。まずこれ、ワンチャンズ。ありがとう。一個食べる？いらないよ。あ、これ違くて、決まりじゃねえ。いや、今の聞き方、トトだよ。今の聞き方、うちに聞いてた。トト、じゃじゃーん。これ、あさみ。ありがとう。これはね、膝掛けなんです。かわいい。かわいいっしょ。やっぱあさみさん冷え性なんで。あ、じゃあさ、トラコさんとかに持ってってもらおう。現場に持ってきてもらえばいいんじゃん。これをこうやると膝掛けになる。いいじゃん。はい、ですよ。裏に、え、オレンジジュース。嬉しい。でも 100% だよ。やった、すごい。ほんとトラコ好き。すごい、裏に、え、何これ、でかすぎてキモい。圧縮されてきた。何これ。これはなんか抱き枕みたいなやつなんだけど、その横向きの人にこうやってお腹を支えながら寝れるみたいな。あ、そうか、お腹は大変だから。そう、なんか最近ウランが上向いて寝るのが息苦しいって。最近じゃない、あ、ずっと生涯。そう、言ってたから。一生涯苦しいわ。これめっちゃでかいの。続いてこちら、肩こり腰の痛みをほぐすめぐりズーム。これあさみさん、ありがとうございます。 CM してくれた。肩がめっちゃ痛いって言ってたんですよね。結構促進のってやった方がいいよ。で、これはみんなで遊ぶために。出た、じゃじゃーん。これもらえるね。あと、これもみんなでやりたかったの、肩抜き。何それ。え、なんかさ、最終兵器みたいに出してたけどさ。肩抜き。で、これはエアの麻婆ナス。あ、エアも麻婆ナスでやりたかったの。え、なにこれ、レンチンするだけ。そう、ナス切んなきゃいけないの。え、切んなくてもいける。いけるよ。ナスだけ、ナス入れてチンすれば。え、めんどくさ。いや、こっちよりはいいだろ。こっち焼かなきゃいけない。で、肩抜きしたいの、みんなと。お祭りとかでさ、やったことない。なんかクッキーじゃなくてさ、イカゲーム的な。あ、そうそうそう、そんな感じ。現代っ子だね。肩抜きをイカゲームで覚えてる。お祭りにあるの。お祭りである。ちゃんと肩抜けた人はお金もらえるの。え、お金。そう、現金。へ、これって食えるんだっけ。食えんじゃない。と着色料。え、まずいね。なんか洗剤みたいな味するんだけど。これは画鋲とかでやるんだよ。そうそう。では行きます。スタート。お、いいね。いや、結構順調だよ。あー、割れちゃった。割れました。どう、いい感じ。あ、いい感じ。すごい、うまっ。あ、こいつ行こう。あ、切れちゃった。あだけじゃないか。ねえ、汚い。お前掃除機かけるよ、この後。終わり。これってさ、いつの時代の遊び。ね、うちらが
小学校、今もあんじゃない、今あるよね。これも飲んでる時やったら面白そうだね。ね、面白そうだよね。飲んでる。お金かけてやりたいわ。せめて飲み芸にした。いけた、いけた、え、すごい、すごい、100万。お前さん。お前さん。あ、お前さん。ねえ。お前、ただ壊したいだけじゃん。向いてない。あーとか言って。え、ねえねえ、終わり、終わり。ウランさ、カップ麺2個頼んだ。うん、2個頼んだ。ウィもカップ麺頼んだ。え、じゃあ違うかな。2種類頼んだ。分かんない。1個目のやつ、メイがウランにと思って頼んだやつ。あ、そうなの、うん、じゃあ間違った。間違ったの、うん。あと、届いてないのに。何？チロルチョコセット。え？なんかさ、アマゾンの頼み合いで、うん、ウランで頼んでくれたじゃん。あれまた欲しくて自分にまた買ったの。うん、まだ届いてない。うん。いや多分届いたはず。多分。リアさ、うん、なんか品数少なくない？じゃあ届いてないのかも。だからこれ一個一個高いんだよ。高いの。それがパチった。自分家に送ってるね。あね。こっちに送んないで。確認しろよと。喋ってるだけね、届いたかなって誰も確認しない。あ、これやろうよ。はい、やりたい。これはトントン叩いて、そう、こいつを落としちゃいけない。落とした人が負け。これも飲み系とか結構持ってこいの。もう手の神経を使うから。あー、いいよ。どこがまずこう、どこでもいいよ、一個だけ。おお、ジェンガみたいな。おお、おお、動いてる。ちゃんと支えてるとこ確認しながらやんないと。めいめい、わあ、おお、ああ、はい、酒持ってこい。おい、自分の酒飲め。楽しい、おもろ、楽しいよね。よかった、気に入ってもらえて。これおもろいね。うん、よし、てよ。もう十分。やばい、なんか一気に飲み屋敷になったね。やばいよ。はい、というわけで今回はちょっと届いてないのもあったんですけど、はい、ほぼ9万円の品物を購入いたしました。でもリアルに私たちはこれ以上買っております。はい、通販って最高、うん、マジでそう。アマゾンはプライム入ってると翌日配送がありますから、マジ便利よね。本当に様々でございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。というわけで毎月お世話になってるアマゾンさん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。アマゾン大好き、アマゾン大好き、アマゾン大好き、アマゾン。